なかなかいい履歴書ですね。最後の質問はこちら。この文の英訳できますか？お疲れ様でしたの英訳なんだっけ、忘れた。ハードワーク、ハードワーク、グッドジョブか。もうなんだっけ。どうもアメジンです。皆さん、こういうシチュエーションを経験したことがありますか？実は最近日本の友達がこれを経験して、僕にその文の英訳は何っていう質問を聞きました。彼の答えは Good job in your work today でしたが、それはまあ文法的に正しいですが不自然です。僕の答えはこちら。Good work today. Good work today. これの方短くて、まあみんなそう言うんですよ。でもね、お疲れ様でしたの英訳は一体何でしょうかね。疲れは疲れるという動詞から来て、意味は仕事、用事とかよく頑張ってできて、体力や気力が衰えるっていう意味ですね。で、疲れはその動詞の名詞形です。で、おと様をつけたら人、人間のような感じができると僕は思います。結局、よく頑張って休みたがっている人だねという意味になりますね。英語にはそんな表現はありません。仕事や用事ができたら周りの人はだいたい Good work や Good job と言います。で、その今日も一日という部分の英訳は簡単ですね。ただ Today になります。ですから今日も一日お疲れ様でしたの英訳は Good work today